こんにちは。携帯社員のコンスピラシー・ーセオリーです、えー。前回は、えーまあ、安倍さんの,あの暗殺事件について、えー、がっちりこうやらせていただいたんですけれども割とあの好評なのですごく嬉しいですありがとうございます、えー、暑い夏がやってきましたが、えー、世の中も暑いなんかもう燃えるような事件がいっぱい起きているので、えー それについての、まあ裏というか、あまあ日本の、えー、報道番組とかマスコミが、えー、あまりカバーしないところと、まあ、そのカバーしてたとしてもあまり深く追求しないようなところについて、えー、今回も話していきたいと思います、はい、よろししくお願いします。 えっと一週間ぐらい前ですかね。えっと日本にあのアメリカからえっとヌーランド国務次官が来日しました。えー、この人はえっとまああの外交官なんですけれども一番あの何がこう、えー、最近気になる、えー、出来事かというとこの人は。えー まあ今日本に来てそのこの間 NHK とのインタビューをやったんですねでそこで何て言ってたかというとあのまあ我々西側諸国はロシアへの圧力を緩めてはいけないとで特に G7 の団結がえ重要だというようなことをまあ念を押しに来たというかそういうことを特にまあ日本のメディアを通じて日本のまあえー 視聴者それから政治家なんかにもあの一人ずつ会談なんかをしているところを見ると、えー、まあ相当その釘を刺しに来たんだなというような気はしてるんですけれどもえっとこの人はもともとあのオバンマ政権時代にも国務次官補をやっていて、えー、その時は。 えー、ウクライナに、えー、あのこの人、まあ、ウクライナ系のユダヤ人なのかなでまあ,あのアメリカ国籍なんだけれどもで、あのーまあ、オバマの使いとしてウクライナに行きウクライナの,、まあ、あの当時の大統領だった、えーえー、とヤルコビッチを、まあ、失脚させ、えー、ポロシェンコを 代わりに大統領に据えるというような割とまあ密命みたいなものを帯び,帯びてウクライナに行きでウクライナの中でそのちょうどマイダン革命というのが2014年に起きたんですけれども、まあ、それによってヤヌコビッチはあの失脚辞任をして亡命するはめになった、まあ、その事件なんですがその時もあのウクライナに行って、えーまあ、要は。 新ロシア派であったヤヌコビッチを、まあ、あの政治的に、えーまあ、追い込み、えー、その反ロシア系の、まあ、ウクライナ特に西側 EU, EU 派のと、えー、ウクライナにいるウクライナ市民を支援して、えーそのまあ、マイダン革命を成功させた。 まあ割ととと本人と言ってもいいいんんじゃないかと思うんですね。まあアメリカからそのわざわざウクライナまで行ってウクライナのそのまあ言ったら権力闘争に力を貸してたということでありますしその,あの映像にも残ってるんですけれどもマイダン革命の市民活動をしている若者たちのところに行ってなんかキャンディーとか。 クッキーとかをこう配っていたというのがあの当時も噂になってたんですよ。で、まあもっとあの大きい話で言うと、その当当時の在、えー、ウクライナ、えー、アメリカから来ている中ウクライナ、えー、大使とのあの電話のやり取りの中で、まあそのこの前段革命がまあうまくいったら。 えー、新 EU 派の大統領になるという話をこうその、まあ、予定というか、まあ、それをあの目標においてやってたんですけれどもそこでまあその誰を代わりにそのヤノコビッチの代わりに据えるかとそのその後選挙があって最終的にあのポ,ロポロシェンコという大統領になるんですけれども。 それまで誰を据えるかみたいな話を、えー、当時の、えー、ウクライナ大使アメ,アメリカ人のウク,ウクライナにいるウクライナ大使と。 このヌーランとか電話で会話をしてた時に、ど,どうしますかみたいな、その、じゃあ私はこの人がいいと思うのよ、みたいなことを言った時に、そうすると、あの、EU 側のヨーロッパ諸国がどう言うんですかねという、その大使の発言に対して、ファックザ e u っていうことを言ったんですね。EU なんかどうでもいいと。これはあの 私が決めるんだと私たちアメリカが決めるんだみたいなことをはっきり言っていてその,あの電話の通話会話の記録があのリークされて後にあの、まあ、出たんですけども、まあ、あんまりそれに対してちゃんと釈明もしなかったというそんなヌーランドがあの日本に来てたということなんですよ。でまあそんなウクライナでその、まあ、政権を。 倒して新しい政権にさせるための後押しをしていたようなヌーランドが、えー、今日本に来て何をするかというと、まあ、これは明らかにあの最近ちょっとこう話題になっていることなんですけれども台湾。 台湾に関してまあなんか急にですよねあのなんか中国がいかにもすぐに台湾を攻めるかのような,なんかこう話になってるんですけどもどっちかというとこれはあのアメリカが台湾に干渉し始めていることで中国がそれに対してまあちょっとあの不満をちょっと待てよとあのそんなことしたら。 俺たちもそれなりのことをするぞみたいな風になってきているんで先に中国からという感じもしないんですが、まあ、今の,そのウクライナの状況を見ると、えーまあ、そのヤヌコビッチが倒れてポロシェンコになり そこであの新 EU 派がまあ強くなってでその後こうゼレンスキーにつながってるんですけれども、まあ、結果的に今そのウクライナとロシアの間の,この戦争紛争というものは、まあ、明らかに西側アメリカ EU 側のとロシアの代理戦争をウクライナがやっているというふうに、まあまあ、見えてるというか明らかにそうだと思うので。 えーまあ、そういう関係性がこの日本だとか、まあ、韓国とか台湾この東アジアでそういうことがまあ起きるんじゃないかということはまずちょっと前からこう危惧されてるんですけれどもそれがだんだん現実的になりそうなのかというふうにまあ感じているのがこのルーランドの来日なんですよ。ただまあ ウクライナにしても2014年にまあそのマイダン革命があってそれから8年後にまあ今の,そのウクライナロシア紛争があるのでそんなにあの今すぐどうこうってことではないのかなとは思うんですけれどもまあその種を植えに来たというかまあそれは日本でもずっとあのこの選挙前から言われてたのはえ会見だったりとか。 えーまあまあ、特にあれですよね救助とかあとまあそのいざこのロシアのロシアとウクライナの,この、まあ、も,めもめ事が始まってからウクライナがあごめんなさいねあのロシアが日本にもしこう牙を向いてきたらそしたらどうするんだとかまあそれからその中国が本気でその日本を奪いに来たらどうするんだみたいなことは、まあ、ここずっと言われているんで、まあ、それに対してその日本がどういうふうに。 体制を整えるかどういうふうにそれに対して準備をするかということは、まあ、もうずっとこう話されているんですけれどもこの今その台湾のことに関してアメリカがすごく干渉をしているということで、まあ、中国がこう余計、まあ、向きになっているという感じなんですよね。でそこでまた、あのー えー、ナンシー・ペロシーというアメリカの下院議長が台湾にあの訪問すると日本にも来るみたいな日本韓国にも来るっていう,うに言ってるんですけれども,、えー、もうこの放送がされる頃は来てるのかなあのそのペロシが台湾に行くためにそのペロシのまあ専用機の周りを米軍の軍用機が周りで護衛するというようなことをまあアメリカが発表したら そ,ういうまあ、それによってその台湾に軍用機でアメリカの、まあまあ、高官要人ですよね、まあ、政治家がこう来誤した場合それはまあ中国にとってみれば自分たちのまあ台湾はまあ領土だと言っているので、まあ、実際にはまあそうなんですけれどもそこにあの米軍が入ってくるということはまあそれは一種の 緊張状態になるとということだと思うんですけど、ね、でまあそれに対してもしナンシュペロシがその軍用機で台,台湾にまあ訪れたら、まあ、それをあの地上から撃ち落とすみたいなことをまあ言い始めてるんですけれども、ねまあ、それによってあのペロシはどういうふうにこう台湾に 着陸しようとするのかっていうのはまあ多分アメリカも慎重に考えていると思うんですけれども、まあ、そうやってそのウクライナで起きているような、えー、まあいわゆる代理戦争的なことがこの台湾で起きることがあるのかもしれない、まあ、そういうふうなことがあの起きかねないということに、まあ、今なってきていて、まあ、その場合あのもちろんねあの日本には NATO とはまた全然違うタイプのえっと日本とアメリカのまあ日米同盟というのもありますしえまあもちろん韓国とアメリカもあの一種の同盟関係にはある,あるはずなのでその台湾がそう危機になった場合えもちろんまあ米軍もそこには 参加するののかなあの今みたいにそのウクライナのように米軍はあの武器は供給するけれども戦争には参加しないというような体制を取れるかどうかというのはちょっと微妙なんですけれどもでもまあ日本が近いということだったりとかまあ日本がその仮にこれから憲法が変わって戦、えー まあ今でもその集団的自衛権があったりとかそのまあ現行の憲法でも解釈の使用によっては何もないとこの先制攻撃はできないですけれども相手がこちらに対してその攻撃の意思を示している場合それに対してあのまあ言ったら攻撃を。 その打撃力をこう加えるということはできるわけではあるので、まあ、無理やり憲法をその今このタイミングで変えるというのはまあどうなんだという意見もあるんですねただあのまあ保守の人はずっともうしばらく前からその憲法9条とかその自衛隊にやっぱりその大義名分をしっかり与えるべきだとかねそういうようなことはずっとまあ話しているので。えー 憲法を変えるというのは、まあ、それこそあのこの間亡くなった安倍さんの,その念願の政策というかもう日本においての、まあ、目標でもあったので、まあ、それをそのなんていうんですかねその無念を晴らすためにもそういうことをやろうとして動いているのが、まあ、今の日本の改憲の 勢いだとはまあ、ちょっと思ってるんですけれども、まあ、ま,あまだ今ちょっと具体的にはそのいわゆる宗教団体の,その統一教会とかと自民党のこう癒着についての方が話題になっていてそっちについての話がこうあまりされてはいないので、まあ、それもどうかなとは思ってるんですけれども、まあ、そういうことでその日本が、えー、アメリカがあまりにもこれから。 中国を挑発するようなことを、まあ、台湾で行った場合日本はまあ参加せざるを得ないと、えー、特にまあ安倍さんもね日本と台湾はあの同盟的なその付き合いをしているというようなことはもうずっと言っていたし、えーまあ、台湾の人も安倍さんのことをすごいあの好きだったっ評価している。 っていう流れはあるんですねだからまあうーんまあまあそれでもまあ,まあもう安倍さんはいないのでそれをどうその日本の残された、えーまあ、与党がそれにまあどう対処するかっていうところはまあいろいろこう議論の余地はあるんですけれども、まあ、仮にアメリカがその中国とおっぱ始めた場合そこはもう日本としてもこう。 知らぬ存ぜぬでは通せないので、まあ、こ,れからこれからこれがどうなるのかなとは思うんですが、まあ、できるだけね、あのーまあ、軟着陸というか中国もまあ今の,そのロシアとかウクライナの状況を見てたらそう簡単に、あのー、軍事行動に出るとは僕は思わないんですけれども、まあ、それをまあアメリカがまあ挑発したりとか。 えー、もちろん中国の中にもその多派戦争をした方がいいと思うような勢力もあるのでまあ本当に何がきっかけでどうなるかっていうのは分かんないんですけどもね、まあ、それをちょっとあの、まあ、注視しながら日本のまあ国民として、えー、冷静にこれをあの追っかけていきたいとは思います。はい、そんな感じででで、えー、パート1これで終わります続きはパート2で thank <music> you